はい、皆さん、こんにちは。ダイダルです。マリオラビッツ。ね、前回超苦戦したと思うんですけど、今回はサクサクと攻略したいと思います。さあ、見えてる敵がもう嫌なシールド持ち。あいつらをどう攻略していくのか。ね、ぜひともご覧くださいませ。よろしくお願いします。さあ、すべての敵を倒せ。いや、倒せって無理やって、こいつ。よし、では頑張っていきましょう。まあ、取り場ね、できるのは、爆裂。爆殺、ねえ、ガンガン剣。爆裂爆殺ガンガン剣じゃないです。とりあえず、こいつをバンバンとバリバリ仕留めたいわけよ、まずは。横からだったら攻撃通るんだね。行くか、まず。ねえ、行くぜ。バリバリターンってわけで、いざ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 。で、横から横から、くらえ！どう？超効いてるー。よし、次、マリオさん。マリオさんは、マリオサンシャインさんは、うわ、ちょ、こっち？こっちもあんだ、それ困るな。ルイージはここにいてほしいから、とりあえずマリオが、こやつを踏んづけて倒す。最強では？でも、どうしよう、その後。こいつらに人いじめられるだけの未来しか見えねえんだよな。イエーイ！どうしよう。いや、だってねえ、やられるもんね、こいつらに。絶対杉野さん、こいつら前来るじゃん。前来て、あーあーあーあああってなる。せちがれえな。ちょっと待てよ、一旦保留や。スライディングってマリオ20やったっけ。で、ルイージは20か。うわ、じゃあダメだ、倒せねえんだよな。ルイージの行く場所を別のとこにしたらいけるかもってレベル。ここに来てもこいつにやられちゃうんだよね、結局は。なや、このゲーム。むずないか、マリオ。ルイージの機動力ってどれぐらいだったっけ。マリオラビスと一緒か。ここ行ってもやられるよね、結局。ね。このゲームのいいところは時間制限がないところですよね。一生考えてられるから。ここってどっか行くの？下のスポーニーがやっつけれるか。よし。こいつ撃ったらどうなるだろう。いや、待て待て待て。ペットちゃんを召喚するっていう選択肢。ペットちゃんありでは？でも奥まで行かせるのもありやな、ペットちゃんの。ねえ。ペットちゃん。マリオがそうしたら、だから一旦無駄なりそうな気もするから。いやいや、ペットちゃんを奥まで行かせよう。そういう戦術取らんと勝てないよ、これ。ペットちゃん頑張ってもらわんとな。で、で、マリオがやっぱり予定通り踏んづけましょう。で、踏んだ後は、それは大変。踏んだ後は、ここか、絶対きついけど、しゃあないよな。イエーイ、マリオタイム。で、マリオは、ニートですのでね、マリオタイムしましょうか。で、敵撃っとくか、無駄に。マリオタイム。防いどんね、お前は。ターン終了前にヒーローサイト使っとこうか。ヒーローサイトとかダメージ通るって聞いたから、アイアンビジョン使えるもんは使っておきましょう。ターン終了。さあ、これでどうなるのだ。はい、お前死ねー。いいダメージ入ったな、これ。はい、お前も死ねー。よしよし。でもこいつスマッシャーが若干うぜえから、ダメージ当たり、出たんはでかい。さあ、ここやな、問題。スマッシャー巻き込むなくね、それ。違う、必殺技か。いてー！おっと、全部防いだ。よかったよかった。だけど、もう一体、君がいる。あー！まとめて！焼き払え！いてー！あ、ハニー食らっとる。はじき飛べや。おう！バウンズ！来た！アウトオブボーナス！え、クソうまい！これ、今の。で、君は歌ってみた、どう？歌ってみた、歌ってみた。じゃあ届かねえ、地味に。いや、これはクリーンジャンプや、共に。で、クリーンな男、ダイダラです。照れますね、なんか。スライディングして、ジャンプジャンプして、元の位置帰ってくるか。いやーい。で、君はね、どう歌い手になるかだよね、ここで。
君が歌ってみて全部おびき寄せられるか。いや、おびき寄せるぐらいだったらもう倒しに行った方がいい気もする。どうしようかな。とりあえずマリオが今回、うわ、ひたたた範囲外かよマリオ。ちょっと待ってな、どう倒すか、どう倒すか、どう倒すか。ここに行ってこいつらを撃つか。この2体やっつけれるかな、これでいけるかな。ちょっと地味にこれ目論見外れたら結構辛いんやけど、いけるね。レッドストーム焼け。よし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 、超ダメージ。うまい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 、ご飯がうまい。で次はやつをマリオと2人でやっつけよう。で、まあ、ルイージが多分撃ってみる。多分くらえ。あ、インク入ったな、うん、まっ。あ、死んだし、しかもなんかクリティカルが。ちょれー、ちょ待って、俺強くねえか。これがセンスやぞ。ええか、シャーベット山の呼び声、今回はクリアでごわす。パーフェクトウィーン。いやー、よかった、勝てたよ。俺ダメかと思ったんだよね、割と。結構ね、対処方法が分かってきましたね。さあ、そしてね、今回のおかげでマリオがついに機動力がアップします。マリオの課題点、機動力だったんですけどね。この機動力が強くなったので、めっちゃ強くなるでしょう。で、今度ストンプからの移動がこいつとかね、火力上げたいなと思います。マリオにも機動力が求められる時代。さあ、ルイージラビッツ。ルイージラビッツは、相変わらず移動力が欲しい。スライディングマンですのでね。この60目指していって、ルイージ、ルイージはよくわかんないので困ってます。ルイージどうする。ルイージただで強いから、アイアンビジョン鍛えるか、ルイージって。でやっぱアイアンビジョンのターン数軽減とか、まあ、とりあえずとりあえずアイアンビジョンパンパンってね、2体の敵撃ってたらだいぶ強くね。で強いよねそれ。アジリティはちょっとね使いてえけど、まあまた今度ってことで。土管からの移動。ルイージはなぁ、困ったちゃんやねんな、強いねんけど。いいか、じゃあとりあえずアイアンビジョンの回数を増やしましょう。 2回パンパンって打てるようになったのかな、これで。さあ次、マリオラビッツ。マリオラビッツ、マリオラビッツも移動範囲鍛えたいと思います。移動力は正義、範囲、やれることが広がっていくのでね。よし、次このスライディングアップのこれ取りたいね、マリオラビッツ。全然遠いけどな。よし。さあ、パーティーかなり強くなっております。このまま行きましょうか。じゃあ、このまま行くんじゃなくて、パーティーメンバー変えときましょう。おう。ルイージ、ちょっと一旦首で。これで行きましょう。ルイージラビッツ、マリオラビッツ、マリオ。ルイージラビッツがやっぱ強えな。マジで。ピーチラビッツはね、かわいいよね。うん。あれ、なにこれ、どうなってんのこれ。え?押してみた。押してみた。え、なにこれ、押して楽しいってとこ、楽しい。え、これなんやろうな。ここなんか、なんかすると実は、伝説の宝物のゲットとかそういうオチ。ないよね、なんもそんなの。行こうか。ただブロック置いてるだけだよね、この辺ってほら。うん、なんか今いた?のせいか。よし。ブロックあるだけーっていう。多分アイスクリーム刺さってんぞ、アイスクリーム。俺アイスクリームのさ、コーンの部分すげえ好きなんだけど、分かってみんな。でもね、なんか食べ放題の店とかさ、でたまにアイスクリーム置いてる店あんじゃん。でその店のコーンはめっちゃまずいのよ、なんかね。コーンにもうまいうまくないがあるんだよ、みんな。賢くなったね、これで。またみんな、これでアイス博士やで、みんな今日から。全然嬉しくないか、みんな。アイス博士言われても、喜んでくれみんなな。え、これちょっと待って、わかんない。何すんの今から。この灰色のブロックに当てたらいいのかな?ちょっと待って。難しいっていうか、操作しづれ。ここ。やばい、やらかしたして。これどうしたらいいんや?俺、こういうのマジ苦手やねんけど、みんな。助けてくれ、世界を。世界を、俺を救ってくれ。どこ、これ、こことか行けんの?ほんまに。行けるわ。ねえ。全然楽勝やわ、ほんま。よし。教えてやるよ、俺がゲームってやつを。ほらよー!スコーン!
さあ、道が開かれた。あ、これ正規ルートなんだ、ちゃんとした。この謎解けなかったら、先進めねえじゃん。うわぁ、パズル苦手な子はもう脱落や。なにこれ。ラビッツの缶詰。で、缶詰食いてえな。よし。あ、来た来た、パワーオーブ5個ゲットです。おいしい。まあでも今貯蓄中だからちょっと待ちましょうね。パウブロック。はい、到着。じゃあ次8の、8は2の9だっけ ?2 の9遠いな、結構。あ、なんやこれ。これブロック押して、なんかしろってとこでしょ。任せて、任せて、任せて。おー、間違った、間違った、間違った。まず青ブロック押せばいいのかな、これで。青ブロックペッてすると、ミョキーって出てきた。で、赤ブロック。のところまでなんとか行けばいいんだよね。どうやって赤ブロックまで行くんだろう。え、でも赤ブロック結構簡単かな。こうやってね、こうやって行けば。え、でもこれ無理が。積んだか積んだかこれ。え、ちょっと待って、こうこう、あー、こうか。いや、ちょっと待って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 。いや、いいのか。こうしてこうしてこうして、で、次、この緑を開けたらいいってことかな。はぁ、ややこしい。え、でも、緑とかいけんの?あそこ。いけるイメージ湧かないんだけど。いけたわ。楽勝なんだけど、ほんと。ねえ、俺がゲームってもう教えてやるよ。あれ?思ったのと違う。思ったのと一マスずれてる、みんな。これ想定外ですよ。これまずいですよ。困ったな、これ。じゃ、こっち行く?え、こっち行ったとこで、ここに止めなあかんねやろ。え、どうすんねん、こんな。無理でしょ。え、でも無理でしょっていうのが一番いけるんだよね、なんか。みんな。人は無理って思った時こそ、真の力を発揮できるんだってな。うさんくせえな。え、これどうしよう、マジで。わかんねえぞ、ここ。ここ、青。やばい、助けてみんな。俺この謎解けなくて1年ぐらいかかってもいいかな、みんな。待ってね。こう、こう、こう。あ、ちょっと待って。こうや。で、ここで、青出せばいいんだ。青出して、ドーンだ。来た、来た、来た、来た。何が何や、何や、何やな。よし。こういうゲームやってるとさ、なんか Wii U だったらタッチパネルで全部できるんだろうなとか思っちゃうよね。やっぱ Wii U は神ハードやったなって思うわ、俺。よし。さて、なんとかなんとか。よし。到着完了です。赤スイッチオーン。いやー、もう謎解きだけで1年ぐらいかかった気する。ピカちゃん固まってる。はい、ということで、2の9。9どこ?あ、なんか何ここ。うん?ラビッツは1匹だけ ?2 匹いる?あ、おう。お互い出たり入ったりしてる。マリオの世界って、なんか2つの建物が繋がってることもあるからね。え、待って、これボス?もしかして。ボス感あるけど。え、でも行っちゃっていいよね。なんか時間中途半端だし。ねえ。いや、時間中途半端だからこそ、残ってる時間はちょっと別のことする、今日。別のことしようか、ちょっと戻るわ。はい、やってきましたー。そう、覚えてるみんな。チャレンジクエスト一飛び。これね。これ攻略できてなかったんだよね。プレイ可能数一旦、敵のスーパーエフェクト 100%。だからこれね、要はバウンズあるじゃん。バウンズでワンチャン一発でゴールしろっていう、なんとも言えない無茶ぶりをしてきてるコースなんだよね、これ。マジ無茶だと思うわ、これ。でもね、その無茶、ねえ、無茶無茶するね。とりあえず、近づいてみよう。で、限界まで近づいてみて、え、でも、バウンズとか無理やない?これ、絶対。ねえ。だからこうやって、ここ行くやん。で、敵を撃つ。ね?あ、お前がバウンドしてどうすんねん!あ、やばいやつや、これ。
あかん、失敗した。これ絶対あかんやん。さっきの敵を殴って俺を飛ばしてもらうっていうステージなんだよね、なんかこれ。おい、スマッシュ、バオンバオンってね。で、あっちへ行くっていうコース。おお、飛ばしてくれてありがとうございます。で、おお、すげえ飛んでくんねえかな。もう、キチガイのように。マリオ死んだ？マリオタイム。いや、でも、とりあえず分かった分かった。とりあえず分かってね、みんなもやりたいこと。なんで、もう一回行きましょうか。よし、さて、このステージの攻略の肝はね、俺、初期パーティーだと思うんだよね、結局のところ。だからね、要は、こうするんだよ、みんな。ピーチラビッツで、多分こっち攻撃だよね。ドーン。で、おびき寄せる。で、次、マリオ。で、マリオが、ここに行って、敵を殴る。こいつを、あ、ちょっと一歩届けへんかった。やばいやばいやばい。じゃあこれで叩く。バウンズすんなよ。絶対バウンズすんなよ。絶対バウンズすんなよ。絶対バウンズすんなよ。よし、よかった。さあ、これでいけんじゃないかなと思ってるよ。で、ドーン。あ、敵も吹っ飛んだんだけど。これ大丈夫？すげえ不安やねんけど、これ。大丈夫かな？さあ、これでターン終了して弾き飛ばしてもらうっていう作戦。どうよ。さあ、エフェクト確率アップ。飛びよー！うっぼう！来た？いた？入ってる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 。大体ナンバーワーン。いや、これ難しいでしょ、マジでこれ。ねえ、ぶっちゃけ10回くらいやり直してるよ、これ。どんだけカットしとんねんっていう。さあ、今クリアでーす。いや、これ一番難しいチャレンジだと思う、俺。ほんとに。冗談抜き抜き抜きで。よし。じゃあ次のチャレンジ見ていきましょうか。行ってきます。いた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 。さあ、チャレンジ4。1ターンで倒せ。イージーですね、これ。イージーゲーム。いっぱいおるけども、みたいな感じ。じゃあちょっとメンツ変えましょう。1ターンで倒す系だったらね。ピーチラビッツはちょっと使いづらいので。1ターンで倒せ強いのがやっぱマリオだよね。ラビッツマリオ、ラビッツルイージ。こやつらでございますので、このメンツでいきたいと思います。ではでは、バトルスタートー。じゃあ、まず、50しかねえじゃん、体力。じゃあ、まずこいつら、蹴り殺します。蹴り殺します。OK です。もうそれで勝ちです。皆様。お疲れ様でした。ドーン。ドーン。ヴァンパイアの時間だ。やべえ、めっちゃうまい。これやっぱ3体とかにしたらもっと上手くなるんだよな。じゃあな、ヴァンパイアの時間だ。一旦体力60回復する可能性を秘めてるからな。スーパーエースだわ、これ。とりあえずこいつにスライディング。カラカラカラの、とどめはやってもらおう。よし。で、マリオ。で、マリオが踏んづけてこいつにアタック。で、また帰ってこれない。ここでいいか。ウィーヤーヤッフー。このクエストあれだね、レベルが上がればほんと簡単だってクエストだったね。じゃあなー。よし、スマッシュも撃破。なんかスマッシャーとか全部なんかステージワールドが増えたらめちゃんこ強くなってるよね。ほんと簡単すぎだなこれ。悪い、誰もダメージ受からっとらんで。さあ、一旦倒せ。いや、これだけでパワーオブもらえるのマジでうまくね。これマジでありがてえわ。サンキュー。よし。じゃあちょっとパワーオブ集め、もう一回続けていきます。もう一個探しましょう。いた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 、おっちゃん。よし。囲まれた。チャレンジ5、イージーです。なんか、チャレンジ1の3だけノーマルでなってんだよね、ほんと。あれだけ難しいじゃん。ワン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 がおるで。ワンワン多くね？ワンワン多くね？これ。怖っ。じゃあバトル行きましょうか。さて、じゃあまず、こいつらスライディングして、どうしようか。これ、入られへんの、ここ。ねえ。スライディング後、え？いけるとこ少ねえの、これ。帰ってこれねえの、ここまで。
スライディング後は意外とせちがれえなこれ。食われるよねこれ、完全に完全完璧完璧完璧ペキペキ食われたくねえな俺。でも世の中って辛いから俺食われちゃう。いけるとこなくねこれ。ちょっと待ってね、どういう風になってたか分かれへんこれ。ほんとこいつ倒すやん。え、待って、こいつをスライディング、あ、できないんだ。あ、こういってこうスライディング行くともう行けるところがないんだ全然。ワンワンに噛まれろってことだね、つまり俺は。ヴァンパイアすると、ヴァンパイアすると噛まれるってことだ。うんまーい、もく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 、おいしいなってやつやな。まあ、ないぞ。こいつらを誰か巻き添えにするかな。命いただこう。 50% かでも、そういったもちろん後が。さあ次マリオラビッツ。マリオちゃんもルイジラビッツは犠牲となるんだけど、まあそれもまた仕方がないなということで。飛んでいきましょう、どんどん。ここやな。ドーン！ドーン！で、ザコ2人やっつけるか、とりあえず。消えろ。よし。今、おびき寄せ使ったらよかったな、今の。もったいねえな、ちょっと。で、マリオさん。マリオさんは、マリオサンシャインさんは、マリオさん地味に届かねえんだけど、どっちも。もう予定が崩れたんだけど、みんなどうしてくれよこれ。いや、ここでええや、マリオさんは。さあマリオさんはスライディングしてからからからのこいつをヒーローサイトっていうか、これ、あー、こんなもんなんだ、ダメージ。じゃあ奥のやつをやっつけようか。で、5割で倒せる。怖い。パワーブーストしとこう。オッケー、マリオタイムしてーからのー、お前死ねよ、バーイーンと。はい、でこいつは倒す。完璧じゃんか、天才的やぞこれ。さあ片方これで全滅で壊す。ワンちゃんのさ攻撃力はダウンできないんだ。ワン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 、え、やめて、痛い、食われろお前ら敵。うわうわうわ、大丈夫、半分持ってかれんだ、ざま見ろや。さあ敵を弾んで壊す。敵どうすんだこいつら。あ、前来た。うわ、うんまゲーム、敵さんゲームうまい。ベベボベ、行って、お前覚えておけよ、絶対ヴァンパイアしてやっからなお前。あ、動いてこないあいつは。いや全部動いてこいよそれは。逆に困るよそれ、動いてけへんと。スマッシャー動いてくるの怖いからやめて。スマッシャー移動速度遅い、よかった。さあプレイタイム、プレイタイム。さあこいつヴァンパイアしましょう。もう一体はこいつでええか。こいつヴァンパイアしましょう。で逃げましょう。よし、一体ルイジラビッツ有能やなほんま。これ見てたらわかるでしょ、この有能っぷりが。で、こいつもやっつける。パンパイヤ、出た出た出た、発動して、体力40回復。お前、吸血鬼やな、マジで。やばで、こいつ爆殺爆撃して、ここでいいか、爆殺爆撃してからからの、よし。で、次、マリオタイム。さあ、マリオさんが、やりたいことは、こうやってマリオさん、こいつ踏んづけるの。で、ここ。これでもう終わりやね、このターン終了や。いや、敵が弱いって、楽ですね、皆さん。実に。さあ、あとはこいつ、とどめ刺しましょう。おっか、マリオラビッツさん。デスファイヤー食らえ、ブレイン、はははは、つえさあ、バトルクリア。いや、このコンビが、このさ、組み合わせが一番強くね？ルイージ、やっぱいらなかった。ルイージ、元気出して。
はい、というわけで1の5囲まれた攻略完了でーす。さあ、チャレンジ5つ攻略したけど、これで終わりなのかな？わからん。まだあるのかもしれん。多分あるな、これは。よし。じゃあ、皆さん、じゃあこの辺で今日は終わりにしましょうか。トイレしてる。こんな見たっけ？これトイレしてるやつ。気持ちよさそうやな、トイレ。楽しそうにしてる。お風呂に浮かべような、ちゃんと。OK! では次回ね、ワールド2のボス行きたいと思います。まあね、1のチャレンジクエストも結構簡単なので、ね、もう強くなりすぎちゃったから。ね、早めに。ワールド2攻略したら、チャレンジクエストワールド1を終わらして、ワールド2のチャレンジに移ってやっていきたいなと思いますので、また見ていただければと思います。それではご視聴いただきましてありがとうございました。おつべです。また見てください。じゃあのー、迷子でーす。